ヤードモトカナテータとシバイドリョーダイエモンのキャッチコピー書いてみた。僕らのね、はい、実力見せてやりたいと思いますよ。はい、はいはい、うん、美味しい。おお、来た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 、降りてきた。こちらです。美味しく美しい緑、それがイエモン。どうぞ。わお。じゃあ次に僕いきますね。はい、はい、こちらうまいイエモン、マイエモン日海イエモン、イエーモンスターデリシャス。だせー。おい、なんだと。いきます。ザ緑かな、グリーンバック抜けてゆく、心は透過入れたての今日。ぽいけどね、ジャンルがばらけていいんじゃない。そうだね、シンプル、ちょっとふざけ系と、うん、まあ短歌ですね、うん、はい、社内で検討します。じゃあちょっとドキドキするね。偉い人たちがそれ見てどう思うんだろう。いやどうもどこだってたと芝居とようだイエモンのキャッチコピー書いてみた。なんとですね、あのイエモンさんからキャッチコピーの依頼をいただきました。はい、僕たちが、もう早速ですけどね、書いて僕らのね、はい、実力、もうキャッチコピー作るのすげえぞってとこね、見してやりたいと思いますよ。はいはい、にしてもなんで僕らに来たんでしょうね。大丈夫かな。まあ、キャッチコピー考える企画とかは昔やったからね。まあ、仕事もらった以上はね、それはそれ相応のものをね、しっかりとね、お見せしますよ。はい、でも僕らフリップ持ったら大喜利と錯覚しちゃいますからね。これ危ないよね、はい、この形式危ない。今回はちゃんとしたやつだよね。ちゃんとしてます。ちゃんとしてるよね。うん、本当に企業様からの依頼ですので、ね、いや、はいはい、ちゃんとここに書いていきたいと思います。はい、じゃあ早速ですけど、一口飲んで、はいはい、でもう感じたことはそのまま書けばいいんじゃないですかね。うん、飲んでいきましょう。はい、まずは見た目とね、匂いと。綺麗ですね。まずね、色がいいよね。重量がいいね。重量、重量ね、変わらないんじゃないかな。それは持ちやすさ。それはボトルのね、持ちやすさがいいね。確かにボトルちょっと可愛い形してるね。手にフィットするし、うん、いただきます。はい、いただきます。美味しい。飲みやすいね。いや、この美味しさをどう伝えるかなんだよ。これごくごくいけますね。もうもちろん美味しいんだけど、美味しいって言っただけじゃやっぱダメですからね。うんうん、短くたくさんのことを伝えたい。おお、来た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 、降りてきた。まあ、直感大事だよね。うん、いや、この茶葉の感じ、そのまま伝えたい。書いていきますか。書きましょう。はい、みんな、長くない？長文？なんか長いね。長いぞ。みんなできましたか？はい、できました。はい、なんかすごい真剣に書いてる時間が続きましたね。ひたすら無言で、うん、皆さんの真剣度合いが伺いましたよ。はい、順番に、りょうさんから見ていきましょうかね。はい、もう出して、うん、堂々と読んでください。わかりました。僕の考えたキャッチコピー、こちらです。おいしく、美しい緑、それがイエモン。ドストレート。わお、シンプル、ドストレート。やっぱ色がね、特徴的かなと思ったので、はいはい、うんうん、まあ、美しい緑で、まあ間違いなく美味しいので、美味しく、それがもうこれですよ。美っていう字が2個あると、もうそりゃ美よね。すごい、これは伝わるんじゃないですか。これはパーフェクトじゃない。じゃあ次僕いきます。はい、はい、こちらうまいえもん、まいえもん日かいえもん、イエーモンスターデリシャス。だせー。おい、なんだと。お、待ってくれ。イエモンに、イエモン4回入ってんだぞ。ここイエモンだからね。イエーモンスター、イエモンね。イエーモンスターデリシャス。いやいや、謝れよ。イエモンのことイエーモンスターって。モンスターデリシャスね。怪物級の重さよ。言いたいことは分かりますけど。分かるでしょ。でもね、いや、あのさ、ダジャレ癖出ちゃってるって。ダジャレ癖出てるよ。言ったらよかったんだけど、あの、いざ書いてみたら感じすぎる。ひらがな一個もなかった。日本語じゃないみたいな。圧やばいよね、圧やばいよ。これはちょっと、もらったかもしれないな。何？いいっすか。はい、いきます。ザッ緑かな、グリーンバック抜けてゆく、心は透過入れたての今日。ぽいけどね、この短歌でいくってのは。え、どういう意味ですか、解説を。いや、これ、緑じゃないですか、うん、で、僕ら YouTuber がよく使うグリーンバック、うん、あれ編集で抜けるソフトなんですけど、はい、これを飲むと、その心がこう透き通ったような気持ちになるよっつって。グリーンバック使うと編集で抜けるけど、これは心が透けてしまう。心のグリーンバックです。心のグリーンバック、はい、住んでいく。まあ、これはちょっと向こうのね、企業の方々がなんというか、そうだね。、はい、伝わる人には伝わるかもしれない、はい、うん、でもジャンルがばらけていいんじゃない。そうだね、うん、シンプル、ちょっとふざけ系と、うん、まあ短歌ですね、うん。
答え社内で検討します。おわ、じゃあちょっとドキドキするね。持ち帰って判断されるってことはさ、うん、何かしらガチじゃない？ガチだね。適当に選んでないもんね。ガチってさ、ね、別にああいいですねとか全部素晴らしいですとか言ってくれればね、ああそうですかってなるけど、何のために持ち帰るの？ね、いえモンスターデリシャスだね。ちょっとこれ持ち帰らないでください。本当に恥ずかしいよ。モンスターデリシャス。もうやだ。もうやだってきた。偉い人たちがそれ見てどう思うんだろう。何を持って帰ってきたの君は。もしかしたらハマるかもしれないけどね。ワンチャンね。逆にっていうパターンありますからね。まあ、新しいからね。社内では絶対出ないからね、こんなことは。真面目なね、会議でね、こんなこと言ってたらクビになっちゃいますね。